まあ、赤門って何って話なんですけど、はい、まあ、教えいてくわださい。ゆるその入試問題で、これ解けないだろうみたいな。要は一般的に解けない問題ですね、簡単に言うと。もう明らかに難しい問題ですね。武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はい、ね、一般入試だってもうね、はい、早いところだったら1ヶ月切っちゃってますよ、もう。本当ですね、もう、本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってない。そうですね、直前期のおかげですね、僕が伸びたのは。だからね、まだまだ諦めずに、はい、まあ、その中でね、もし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は、受験相談 SOS。皆先生、はい、今回の質問はですか。はい、今回の質問は、うん、いわゆる悪問と言われるものも他と同じように根拠を持って解けるようにしていくべきですか。ほう、なるほど、なるほど、はい、悪問ね、まあ、悪問って何って話なんですけど、はい、まあ、いわゆるその入試問題でこれ解けないだろうみたいな、むずすぎるだろうとか、明らかに難易度逸脱してたりとか、なんていうか、回答に導くだけの材料が結構導けないんじゃないみたいになってるような、要は一般的に解けない問題ですね、簡単に言うと、もう明らかに難しい問題ですね、はい、はい、でこれに関してなんですが、基本的に解けるようになる必要はないです、で、これは別に悪問に限った話じゃなくて、いわゆる捨て問というやつでも同じな話なんですけど、はい、はい、いや、単純な話ね、合格点が取る、なんか何点取らなきゃいけないって目標があった時に、それが取らなきゃいけない問題で周りも取れるんだったらできなきゃいけないと思うんですよ。はい、そうですよね。だけど例えばその問題取れなくても合格点取れるなら、わざわざ難易度高い問題やらない方がいいわけじゃないですか、基本的に。まあ、取れるなら取りに行った方がいいんだけどねって話で。だからそういう意味では取捨選択っていう意味で言うと、悪問というのは基本的に周りも取れないような問題なわけじゃないですか、簡単に言うと。はい、仮に当たったとしても運の可能性が高かったりするわけですね。そこに時間使うよりは確実に解ける、もしくは現時点で実力体験になっても解けそうな問題に対して、解かなきゃいけない問題に対して時間使ってちゃんと解き切る、そういう悪問だったり捨て問はいかにそれを早く捨てる判断ができるか、そして正確な判断をしていらないと決めた問題を切ってもちゃんと合格点に到達できるかってことが大事って感じですね。大学側はそこを求めてるっていうことですか。だってその、まあ、センターとかならね、はい、あれだけど、基本的に満点取らなきゃいけない入試っていうのは少ないわけじゃないですか。そうですよね、センターだって別にね、それ取れる問題だったら満点取れ狙いに行った方がいいと思うんだけど、全ての科目で毎回毎回100点取れる試験が出るってわけじゃないわけじゃないですか、はい、なんだからその解けない問題はもう悪問もそうだし捨て問もそうだけど、合格点取れるなら別に解けなくても問題ないんだよと。だからその問題切る代わりにちゃんとどこかで取れるようにトータルのバランスは考えなきゃダメだよって感じですね。はい、じゃあ今回その根拠を持て解けるようにしていくべきかっていう答えに対しては、もう解かなくてもいいですよと。ただし合格点がちゃんと取れるならねって話ですね。はい、わかりました。はい、それでは今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。